食糧危機の動画を出せば、食糧危機は消えるだと、現実的じゃないよっていうコメントもいただくんだけれども、それならそれで俺は良かったと思うのね。そういう食糧危機っていうか、食べ物がね、まともに手に入る状況がね、スーパーに行けばいつでも買えるっていう状況が続くんであれば、これからも続くんであれば、それは俺にとってもいいことであるし、みんなにとってもいいことであると、ね、そう思ってます。そうあってほしい。俺の杞憂であってほしいのさ。結局のところ、佐々木が言ってることが間違ってた、あいつバカだなで終わるならそれが一番いいのよ。そうすればみんな安心して暮らせるわけじゃん。だけれども、やっぱり今10年、20年、30年、40年ってやってきたプロのベテランの農家さん、俺が10年だけどまだアマちゃんで全然技術足りないんだけども、もう30年、40年とかやってきた大先輩たちが、まともに作れなくて育てられなくて、大根一本も取らずに耕して土の肥やしにしてしまった、トウモロコシも取らなかったっていうのを目の当たりにしてるわけよ、ここ数年、3年5年の間に何件もね。で、あっちの田んぼはやめてしまった、放棄地になってしまったっていうのもあちこち見るしね。そして野菜もやめたとか、もうやめるとか、そういう話もいっぱい聞こえてくる。まあそれは担い手不足もあるし、資材高騰によってコストが上がって、でさらにコストが上がったくせに異常気象で物が取れない、で売るものがないから、ね、たとえ値段が高くなっても売るものがない、コストが上がってるってことで、経営状態の悪化によってまあやめた方がいいやっていうふうになる場合もあるじゃん。まあそれは当然経営の話だからまた違うんだけども、そういうふうに農家が減ってくる。で、異常気象で物が取れない、資材も値段が上がるっていうこの状況において、これがこのまんま続くんであれば、俺は今までみたいにスーパーに行けばいつでも新鮮で美味しくて綺麗な農産物、まあ、あとは海産物とかも、あとは畜産物、肉とかもね、安定的にいつでも買えるっていう状況はちょっと難しいんじゃないかなって思うのよ。今まではいつでもいつ何時スーパーに行けば物が売ってあったじゃん。なんだかんだあったんだけれども、なんか最近はね、急に物が取れなくなって高くなりましたとか、そういうのあるじゃん。サンマも取れなくなってすごく高くなったじゃん。イカもね、まあイカもすごく俺好きだったんだけどもね、いっぱい100円とかでさ、大きいのがね買えたのが、ちっちゃいのでも150円とか200円とかなってきて、ね、今までのサイズだったらもう300円500円とかしててさ、びっくりするんだけども、っていうことがまあ日常的になってきたじゃん。それが当たり前になってきたじゃん。で、これがますます俺は続くと思うのよ。農家がいなくなる。で、資材とかも高くなって、そもそも物がなくなってくる。で、外国から輸入するかっていうと、結局円安でしょ。だからまた高くなるじゃん。ってことは、今までみたいに、安く、お手頃な値段で、そしていつでも物があるっていう状況はまずなくなると、まずその段階に入り始めてるところだと思うんだよね。で、今すぐ食糧危機が来るということではなくて、そういう段階を経ていって、もっと国力が落ちてしまえば、もっと輸入だってまともにできなくなるだろうし、そうすれば資材も高くなる、日常の食べるものも高くなる。で、国内は農家はどんどん今コストも上がって物が取れないから経営状態が悪化して、じゃあやめますと。まあこれは自由なんだから、自由な経営なんだから、自由経済なんだから、それは当然やめるっていう選択肢が出てくるじゃん。だからまだ食っていけるような別の方の産業に行きますと。まあそれはそれでいいのさ。それは自由な競争、自由競争なんだから、それはそれで何も筋通ってるし、稼げない農家が悪い、俺が悪いとかね、他の経営者でもあっても、それは経営者が悪いなんだけれども、食べ物を生産する力っていうのは国力につながる。だから本当はここに税金を投入してみんなの食料を確保するっていうのを国にやってほしいけど、まあ期待できないだろうなと俺は個人的に思ってるんだけども、まあそれはいいんだけども、いろんなことを見ていくと、まあ、国力が落ちた、資材が上がってる、燃料が上がってる、異常気象でまともに物が作れなくなってきたと、今までの30年40年の経験が通用しないっていうのを目の当たりにしてきて、現場を見てきてね、例えばこう机でデータを見てこう喋ってるだけじゃなくて、現場を見て歩いていろんな人の話を聞いて SNS でつながって情報を集めていろいろ考えて、このままじゃ今までのようないつでもいつ何時でもスーパーに行けば食べ物がありますっていう状況は覚悟するのは難しいだろうなって、今のままであれば現場の状況、農家の状況、政治とか国際情勢とか、いろんなもの、経済とか、いろんなことを見て思うと、このままじゃまずいよねっていう状況で、このまんまの何も特に対策せず対応せずっていうか、今のまんまでいけば、まず間違いなく俺は食べ物を今までの値段で買うことは不可能になるなってね。その分給料上がっていくんだったらいいんだけども、その証拠も期待できないと。だから農産物、物価ばっかりが上がっていって、皆さんの給料は変わらないで、どんどん苦しく貧しくなっていくっていうのが見えてる。で、さらに物が取れない。物が取れてるんだったらまだなんとかなるんだけど、その物が取れないっていうさ、俺も本当にさ、去年2023年は苦しくてさ、本当に苦しくてさ、豆もね、暑すぎて雨が降らないと、開花時期から以降雨降らないとあいつら実つかないんだよね。本当に皆無策でさ、もうさ、欲しいって人もいっぱいいたんだけど、ごめんなさいって、今年こういう天気だったからってさ、いう話になってごめんなさいってしたのもいっぱいあるし、じゃがいももね、取れたら取れたでいいんだけども、なんか少ない小さい鎖が出てくるとかが多くてさ、ね、種は残したけどもあまり売る分にはならなかったっていうことで、他の農家さんを見ててもどんどん枯れていくとか、そういうのが多くてさ、大変な年でした。で、これがこれからも続くっていうんであればね、やっぱり何かしらの対策は絶対必要なんだけれども、一農家にとってはやっぱり厳しいところはあるよねっていうことで、担い手も少ない、いろいろ今まで喋ってきたものを全部含めると、やはり厳しい状況にはなると思う。で、それはそれでもいいのさ、自分たちで食う分を作る分には、売れないようなもの、見た目がちょっと汚いとか小さいとかはあるけれども、食べるものはあるわけさ。でもそれを今までの基準で取ってくれるわけではないから、なかなか厳しいっていうのもね。でもスーパーにも結構ね、傷物も増えたりしてるから取ってくれてるんだなってのはわかるんだけどさ、とにかく今のままいくと俺は皆さんの生活が、苦しくなると思うんで、こういうふうな動画を出していこうって、今年特に食料危機に関して俺はこれやってるよって、これやってるよって、で、自然農法、有機栽培であればこういうやり方でやればいいと思うよっていうのを動画に出していくんだけれども、でそれがね、俺の杞憂で終われば本当にそれが一番いいのさ。本当にそう終わってほしいの。俺の心配で終わって俺の予想が外れればそれでいいんだけれども、そうならなそうな気がするからこういうふうにお話ししてるわけさ。で、やはり伸びがいいわけさ、食料危機ってなると。伸びがいいから俺もそうすれば広告収入増えるとかそういうのもあるけれども、ってことはみんな伸びがいいって、高評価数も多い、視聴数も多いっていうことは、コメント数も多いってことは、みんなそういうとこに関心がある。やはり心配してるんだろうなっていうのはわかるのさ。だから俺だけじゃないんだなって。食料危機っていうか、本当に安定的にいつでも買えるっていう状況はなくなっていくだろうなっていうのは、うすうすとみんな感じてると思うのさ。だからそれに対して逆張りで、話してくるのも OK なわけさ。そうなる方が俺もありがたいの。食料危機なんか来ない方がいいし、物は安定的にできた方がいいし、いつでもスーパーに行けば手に入る方が俺もいいの。その方がいいし、みんなにとってもいいの。俺にもみんなにとっても、日本国民全体にとってその方がいいんだけれども、それにとってもちょっと限界があるんじゃないかなっていうのを現場の肌感覚としてもう思うし、気象データとか見てり何してても思うから、こうやって一応警鐘を鳴らしてます。で、俺は今年考えてるのは、今までね、チェーンソーとか買い物だったんだけども、チェーンソーを買いました。それで切って、いざという時の煮炊きできる燃料として、そういうことをやろうかなってね、思ってます。ちょうど熊とかが、獣がいっぱい寄ってきて、畑のすぐ近くが森っていう状況だったから、ちょっとね、林、里山風にしようと思って、少し間伐しようと思って、畑の周りね、すぐ森だとすぐ、熊近くまで来ちゃうからっていうような感じで木を切って燃料を確保するとかね、もっと言えばもう少しお金が貯まってきたらソーラー発電だのなんだのとか、そういう設備とか整えて、いざという時、災害今年1月1日元旦に地震あったよね。あれがいつ起きるかっていうこともね、あるから、そういうことにも対応できる力もつけていこうっていうふうに、今年新年思ったんで、そういうのも動画にしていこうかなと思います。で、最後になるけれども、願わくば、俺も自分のこの食糧危機っていうか、まともに安定的に手に入らない状況が来るんじゃないかっていうのが、杞憂で終わることを願っています。ね。だから食糧危機なんて現実的じゃない、来るわけがないっていうコメントする方、俺もそうなってほしいです。本当に。そうなることを願ってます。だけれども、備えはしておいて、そうならなかったら、じゃあよかったねって終われる感じになればいいなと思ってるんで、それでも俺はやばいなと思ってるんで、そういう方向で準備をしていこうと思います。で、そういう方向で、そういうのを念頭に置いて、動画、野菜も畑もそうだけども、生活もそうだし、動画作りもそういう風にしていこうかと思っています。まあそうならないことを願ってるけれども、そうなった時にみんなでなんとか乗り切れる感じにしていきたいなっては思ってるんで、まあそういう人はお付き合い願えるし、反対意見も来ても、まあ多少の反論はするけども、俺はそれは俺の意見に反抗しやがってじゃなくて、そうなってほしいけれども、ならないかもしれないっていう思いがあるんだっていうことを、まあ一つ覚えておいてもらえればいいなと思います。皆さんの食が、生活が今まで通り安定して安心して暮らせる世の中になることを俺も願ってます。俺の心配が杞憂で終わることを願っているっていうことで動画終わりにしたいと思います。